2024年10月10日午前3時日本時間午前10時までに調べた中東最新状況をお伝えします。前日までの動きやニュースについてです。イラン当局は最低安全レベル FL245 24,500フィートを6日間有効とする一連の臨時航空路ノータムを発表しました。防空演習に関連している可能性がありますし、他の可能性もあります。イスラエルの攻撃を受けてトルコ国民を避難させるためにエルドアン大統領が派遣したトルコ海軍の艦船2隻がレバノンに到着しました。揚陸艦2隻が避難と救援物資の輸送を任務とし、4隻が護衛と保護を担当しています。6隻の艦隊となります。驚きはしません。米空軍の E-3B AWACS 機が海岸沖300キロで飛行している中、ベイルートでイスラエル軍の空爆が報告されています。米軍がイスラエル軍の空爆を直接支援しているのは明らかでしょう。今日、イスラエルのツファドにロケット弾が直撃しました。映像が残されています。多数のロケット攻撃が繰り返されており、1回の攻撃でも1つの地域に100発を超えるロケット弾が撃たれており、飽和攻撃とそれの繰り返しでアイアンドームはかなりの数の打ち漏らしを出しています。いずれデータが出てくるでしょうが、迎撃率が 50% を切っている場合もあるようです。アイアンドームのミサイル在庫がかなり厳しい状況になりつつあるようですし、弾道弾を迎撃するアローミサイルも不足しているようです。次のイランの弾道弾攻撃ではかなりの被害が出そうな感じです。イランの国会議員39人からなるグループは、イスラエルによる攻撃の脅威を理由に同国の安全保障理事会に核兵器の製造を許可するよう要請しました。イランの国会議席は290議席ですので、全議席の 13% 程度となります。しかしこの要請でイランで核兵器が製造段階に入れる状態にあることの証明にはならないと思われますが、イラン政府が仕組んだのであれば、核はいつでも作れるぞというブラフには使えるでしょう。一方、イスラエルはこれを口実として自衛権を掲げ、核施設に対して大掛かりな先制攻撃を行う可能性があると思います。おそらく後者の可能性が高い気がします。イスラエルは一切引く気はないので、イランが何をしようが仕掛けると思います。トルコのエルドアン大統領はイスラエルのシオニストはテロ組織と公言しました。約束の地についての妄想はイスラエルに大きな幻滅と敗北をもたらすでしょう、とも述べています。トルコのエルドアン大統領は今回の発言でイスラエル政権内のシオニストに警告を与えています。イスラエルがこのまま突っ走るなら、おそらくトルコはパレスチナ側に立ってイスラエルと戦う覚悟なのかもしれません。イスラエルのネタニヤフ首相は、私たちはナスララの後継者を排除し、そして彼の後継者の後継者も排除しました、と述べました。
ヒズボラの後継者は必ず見つけ出して排除する方針を世界中に高らかに宣言しております。おそらくどこの国にいようとその国の主権を犯してでも殺害するのでしょうから、ヒズボラの後継者は就任しても後継者と名乗らないで組織を束ねることになるのではないでしょうか。イスラエルのヨアブ・ギャラント国防大臣は、イランに対する我々の攻撃は致命的かつ正確かつ驚くべきものとなるだろう。彼らは何が起こっているのか理解できないでしょう。国防大臣もやる気満々ですし、念入りに準備ができていることをほのめかして、イラン側の疑心暗鬼による動きを察知しようとしているようです。疑心暗鬼になると、やらなくてもいいことをやってしまうものです。その瞬間をイスラエルは捉えて、重要情報を手に入れようとしているのだと思われます。占領下のヨルダン川西岸北部ナブルスで民間人を装ったイスラエル特殊部隊員が車両内の男性4人を射殺しました。シオニストにとってヨルダン川西岸にある東エルサレムは旧市街であり、第三神殿を建設しなければならない地域です。イスラエルはレバノンのごたごたを利用して必ず奪いに来るでしょう。そうしないと第三神殿が建造できませんので、そのために強盗のふりをしてでも邪魔をしそうな人々は事前に暗殺するのでしょう。ヨルダン川西岸で武装蜂起などを組織し、仕切れる人物などが消されているようです。地上戦について戦況図を使ってご説明します。 ISW やクラッシュレポート、複数のウシントチームの報告よりお伝えしています。まずはイスラエル北部国境の海側です。イスラエル軍は海岸沿いにレバノンへの侵入を5回試みていますが、砲撃を受けて思うように前進できていないようです。ラブーネのイスラエル軍をヒズボラの迫撃砲と榴弾砲が砲撃した模様ですが、被害の程度は不明です。 IDF はマウロン・エル・ラスに国旗を掲げて占領をアピールしています。IDF に占領された模様です。ブリダの町に入ろうとした IDF にヒズボラの戦闘員が仕掛け爆弾を破裂させました。 IDF に重軽傷者が出ている模様です。この戦況図も南側にあるハイファ北部にロケット弾攻撃が続いています。100発単位での攻撃ですので、すべて迎撃できていないようです。このような戦況から考えるに、迎撃による完全な弾道弾防衛は、やはりかなり難しいことであることが証明されました。核が混じっている場合、100発100中で迎撃しないと、街が一つ消えることになる事態を防げないわけです。近年、中国は10発の核弾頭を搭載できる ICBM などを増産し続けており、これは日米が中心になって進める弾道弾迎撃構想を無意味にするための努力と思われます。弾道弾は迎撃だけでは完璧な対処はできません。日本は海外の戦訓を十分に研究し、先制攻撃も含めた
総合的な弾道弾迎撃構想に転換する必要があります。もう一箇所はイスラエル北部国境の中でもさらに北です。メトゥラ、クファルギラディ、ミスガブアムにロケット弾攻撃が行われています。また国境沿いで IDF の監視拠点や防御拠点にミサイルや砲撃で攻撃が加えられています。アデイシットマルジャユンには IDF が侵攻しており、散発的な ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。